今日は節分には。ええ、そうですね。節分といえば恵方巻きを食べる女の子には。何言ってんだこの鶏。というわけで二人とも、どうぞ。明らかにスケベなこと考えてるからいだね。恵方巻きならお家で食べるから遠慮しておきます。ごご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 。ゆゆしき事態には、節分だから登校日無理やり早めたのに、これじゃ何の意味もないには。そうには、こんな時こそ飲食店の有効利用には。節分につき恵方巻き無料サービス中。これでよし。あとは待つだけには。まだかなまだかな、女の子まだかな。いらっしゃいませ。あ、すいません、恵方巻き無料って本当ですか？あ、はい、本当ですよ。よかった、お給料前で食費切り詰めてたから助かる。でも、さすがにこれだけ頼むのは悪いよね。じゃあそれと、一番安いメニューを注文しよう。え、何このお店、どのメニューもすっごく安い。あの、このメニューの価格って本当にこれで。ふふふ、お嬢さん、このお店は美少女たちの楽園。文字通り安くてうまい有料店には、かっこ男子禁制、ベッド料金なんて発生しないから安心するんごよ。すごい、このお店今度から通う。それじゃあ何かデザート的なものもお願いします。かしこまりました。それでは恵方巻きを作っていくには、今回は難易度低めのネギトロ巻きを作ることにしたには、市販のマグロのすき身にわさびと醤油を混ぜ込んどいたには。具は市販品やし、今回は巻くのが本編には。安物だからちょっと巻き巣が小さいけど問題はないには。手前にスペースができるように海苔を置くには。そしたら酢飯を乗せていくんご。向こう側のこの辺りは開けておくには。そしたら真ん中より少し上あたりに具を乗せていくんご。まず大葉、次にマグロ、ごまを少々、そしてネギ。具を入れすぎると海苔が足りなくなって崩壊するから注意するには。それでは巻いていくんご。ここをここにくっつけるように巻くというか、かぶせるには。するとこうなってるから、ぎゅっと締めて転がすんご。そして指で軽く押さえて固めるんご。そしたら完成には。見栄えを気にするなら端を切るんご。恵方巻きだからこのままの方がいいけど、動画的に見栄えを考えて半分に切るんご。せっかく節分なんだから具もそれっぽいものにしてみるには。ということで、2本目の中身はイワシのなめろうには。巻いて完成。ちょっと中身がずれたにはねー。それではゆかりちゃんにバトンタッチには。はい、ということで続けてデザートを作っていきます。今回はちょっと実験ですね。ホットケーキを薄く焼いたものをくるくる巻いて太巻きロールを作ってみたいと思います。薄く焼いたホットケーキにホイップクリームを塗り、中心になる場所へ今回はバナナを乗せて巻いてみました。正直なところ、これで完成にしておいた方が良かったと思います。しかし、せっかく焼いたので重ねて巻いていきます。巻き巻き、巻き巻き、太巻き巻き。なんか私のこと言われてるみたいだからやめてくれ。巻きさんは程よい肉好きだから大丈夫ですよ。抱きつくと、とても気持ちがいいです。もう。そうこうしている間に、なんだかかなり巨大なものができました。さすがにこれを頬張るのは無理でしょうね。わあ。恵方巻き、かっこネギトロとイワシのなめろう。安定の美味しさのネギトロ、特に違和感のないなめろう。
実は山形の出汁を巻いた出汁巻きと焼肉巻きも作ってみたにはけど、出汁の方は中身がポロポロ出てくるし、焼肉は具を入れすぎて崩壊したのでボツになったには。でも具はいっぱい入れたいにはねえ。ゴゴゴゴゴかっこジレンマ。太巻きロール、なんとなく美味しそうなものになる気がして作ってみましたが、ちょっと失敗。ホットケーキ粉を使うと膨らんでしまうので良くないです。クレープ生地で作ればきっと美味しくなるはずです。いつかリベンジします。お待たせいたしました、こちら恵方巻きです。来た、いただきます。ハム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 。あ、エロいというよりなんかハムスターみたいで可愛い食べ方にはね。まあこれはこれでいいんごねえ。癒されるには。美味しかった。こちら食後のデザートになります。わあ、久しぶりに甘いものだ。パク、甘さが体に染み渡るよ。ハム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 、ごちそうさまでした。また来ます。毎度にわっち、いつでもウェルカムにわよ。ありがとうございました。可愛かったけど恵方巻きイベントにはちょっと物足りないにはねえ。いらっしゃ。あ、藤子さん、どうも。ただで恵方巻き食べられない言うて表の看板に書いてあったさかい食べに来てしもたわ。ナイスタイミングには。藤子ちゃん、どうぞにわっち。なんやよいわからんけど、ほな、いただきます。ハムチパペゴー。あ、鶏食堂お色気担当大臣決定の瞬間には。
Thank you.